お昼ご飯のメニュー限定10食の舟盛り丼だって。これが限定の舟盛り丼。こんにちは、寮のジョイ旅です。熊本駅に来ました。熊本駅で昼食を取ろうと思います。限定数量のランチがあるということで行ってみます。くまモンがお出迎えです。久しぶりに来たので校内は綺麗に改装されてます。2021年4月に新駅ビルに生まれ変わってます。肥後よかもん市場。この市場は熊本の銘菓やお土産が売られています。あと熊本のグルメも味わうことができます。お昼時とあって人でにぎわってます。天外店、人気のラーメン屋さんです。お店の前はすでにお客さんが並んでいます。今回のお店はここではありません。市場の裏口から外に出ます。さらに先へ進んで歩きます。果たしてこの先にお店があるのでしょうか。駅から108歩横丁。108歩だったかは定かではないです。こちらの施設に7軒飲食店があります。ちょっとした隠れ飲食街となっています。寿司、酒、魚すぎ玉さんです。こちらが目的のお店となります。店内は清潔感があっていい雰囲気です。お昼ご飯のメニュー限定10食の舟盛り丼だって。他にもお得な握り寿司セットがあります。しばらくしてランチが運ばれてきました。舟盛り丼990円、税込みです。丼は赤酢の酢飯にイクラが乗ってます。では、刺身のネタを酢飯に乗せていきます。ネタは7種類もあります。自分でお好みのネタを盛るのも楽しいですね。最後はネギトロを乗せます。これでひとまず完成です。わさび醤油をかけて食べるとします。では出航します。刺身が大きくカットされています。鮮度は新鮮で申し分ないです。赤酢の酢飯も美味しいです。赤だし付きもいいですね。赤だしはしっかりした味で美味しい。てんこ盛りのネギトロ、
グロで最高です。新鮮な魚で酢飯が進みます。ちなみに酢飯は大盛りで無料です。イクラがたっぷり入っていて嬉しいです。やっぱりイクラは美味しいですね。このネタで1000円以下は安い。お得な海鮮丼で大満足です。最後まで美味しくいただきました。まだ船にイクラが残ってるので漏れなく食べます。ごちそうさまでした。